96式艦上戦闘機。96式艦上戦闘機は日本海軍の艦上戦闘機である。海軍初の全金属単用戦闘機。略称は96式艦船、または96艦船ないし96船。試作機は旧士短座戦闘機。略称は旧士短船。アメリカ側のコードネームはクロード。後継機は0式艦上戦闘機。 設計に最始高速と空戦時の運動性に重点が置かれ、空気力学的宣伝と重量軽減が追求された。堀越技師によれば、後の霊式艦上戦闘機よりも改新の策であったという。海軍正式機としては、最初の全金属製低翼単容器となった。設計当時、戦闘機を中心に主流となっていた。 ハリセンを使用した薄き翼を取らず、高速時の空気抵抗現象のためにハリセンの内圧翼を採用し、主翼外形は曲線をつないだライン翼とした。また、国産実用機として初めてフラップを採用している。空気抵抗の削減のため、世界初の h e 七十二初飛行で遅れること三年、九十六式陸上攻撃機と並び、日本で 初めてチンガシラ病を全面採用した。金属板の締結に使っていた従来のリベットでは金属板表面に頭が突出し高速で飛ぶ航空機における重大な空気抵抗の原因となっていた。これに対してチンガシラ病はかしめの際にさら頭が金属板をへこませながら締結するため機体表面を平滑に仕上げることが可能となった。なお、 旧四短線では慣れない、両打ち作業でできた表面の差し子様のくぼみをパテで埋めて、海浴色塗料を厚めに塗った後に磨きをかけている。主客は、構造重量の増大や、未補送の飛行場での運用想定を勘案して、引き込み式とはせずにできる限り、小型とした固定客とし、空気抵抗を抑えるため流線型のスパッツで覆った。これらの技術を盛り込んだ結果、 当時の固定客機の水準を超え、海軍の正式飛行試験において、高度3200メートル、正規重量での最高速度時速450キロメートルと公認される速度を発揮するに至った。96式艦船の設計における最大の特徴は、翼端のねじり下げを戦闘機で初めて採用したことである。翼源と一応流のなす行角が飛行中の 奇襲上げなどで大きくなるにつれ発生する揚力も大きくなるが、ある範囲を超えると、翼上面の気流が剥離する失速に至る。ペーパー翼では、翼弦長の短い翼端部から失速が始まり、胴体側に広がっていく。また、一揚流と翼弦のなす角度により、行角が決まるため単発機でも、多発機でもプロペラ交流の外にある翼端は、 失速が早く発生する傾向がある。特に離着陸前後の大行革、低速飛行状態での翼端部の失速は、モーメントの大きさから、機体の横安定が損ないやすいため危険視される。翼端失速対策として、機体中心線に対して、翼弦のなす角度を翼端によるほど、小さくする、ねじり下げを行うと翼端部の行革が小さくなる分、失速が遅れることになる。 すでに着陸性能改善のための翼端失速対策としてユンカース社で実用に供していることが知られていたが、これを空戦時の工業化飛行に対して導入したものである。前線の飛行場などで着陸時に水たまりの水が尾翼に当たって機体が転覆する場合があった。96式の操縦席はキャノピーのない開放式であるため転覆した場合など、 操縦席が潰れて、パイロットが重傷を負う場合があった。これを防ぐため、着陸時に油圧フラップを操作すると、連動して操縦席後方から保護棒が突き出すようになっていた。このため一万一転覆しても保護棒が先に設置することで空間が確保され、パイロットの安全が保たれた。広大な中国戦線での運用を考慮し、96、 式艦上戦闘機では、後続距離の短さを補うための増装を90式艦上戦闘機、95式艦上戦闘機に次いで使用した。形状は、前期型では胴体に密着するスリッパ型、後期型では冷戦同様の累敵型の落下式増装であった。武装は、当時の戦闘機として、一般的な7 7ト、mm、ル機銃2丁を、軽機板上部に装備した。 小準機は、スコープ式である。他には、フランス製のドボワチン D510 を改装した、アクスト1をもとに、2機の96式2号1型の、発動機を、イスパノスイザ 12XCRS、水冷12機筒に換装し、イスパノスイザ HS、4420mm、モーターカノンを搭載して96式3号艦戦、A5M3A と命名し、試験を行ったが、 第一戦からの調達要望に公式きれず発動機を、久さじ型改め 3A に再乾燥し前線に送り出された。また、2機の96式1号の主翼に、エリコン FF20mm 機関砲を搭載したが、砲自体の問題と発射時の要因具の問題から試験を中止している。1933年から1934年にかけて、欧米各国では軍用、 民間用を問わず単用の高速機が順次開発されていた。しかし海軍では航空母艦への着艦と空戦時の旋回性を重視し単用への切り替えが遅れていた。1935年に正式採用された95式艦上戦闘機も複用で速度は 352km 毎時という低速であった。この性能では 将来の戦闘は戦えないと判断した海軍当局は1934年の時期、艦上戦闘機の設計に再支給したんざ、戦闘機として、あえて艦上機としての性能を要求せず、近代的高速機を求めた。1934年、昭和9年、三菱航空機と中島飛行機の両者に試作指示がされた。海軍からの性能要求は以下の通り、 1935年、昭和10年に試作機が完成。審査の結果、三菱機が採用された。競争試作には、中島飛行機も応じ、陸軍の95式戦闘機の競争試作の際に、不採用となった、低翼単用の機11を海軍向きに改めして提出したが、主翼に強度保持のための張り線があることが、マイナスポイントとなり、また三菱の試作機が、 抜群の性能を示したため、またしても不採用となった。その後、陸軍の97式戦闘機の競争施策の際、三菱は本機を陸軍向けに回収した機体を機33として提出したが、今度は中島飛行機の機27の方が優れていたため、不採用となった。日本海軍発の 全金属単用戦闘機であり、初言性能の飛躍が見られる、エポックメイキングな機体である。また三菱機の設計を、堀越二郎が言った。実測性能値は、以下の通り、三菱一号機昭和10年1月完成。設計事務者である堀越らは、試作にあたっては、失敗に終わった七芝城戦闘機の反省も、踏まえて、技術革新を促すため、要求は、 速度や上昇力など、戦闘機に不可欠なもののみに重点を絞り、航空本部部長、山本56海軍省省の指示で、その他の条件は極力緩和するという方針が示され、本機は、環状戦闘機としての性能要求もされなかった。ゆえに試作名称は、探査戦闘機であり、環状戦闘機ではない。結果的にそれが功を奏し、両者もに要求を上回る性能であったが、 ことに、全面的に、新設計の機体で臨んだ三菱は陸軍向けの機11を海軍仕様にしたに過ぎない中島機1機の未試作を大きく上回る高性能を示し、関係者をも驚かせた。横須賀海軍航空隊の士官たちは、九死単線が陽気を20ノット上回る243ノットを発揮したことに、鏡ヶ原は空気の密度が小さいだろうと疑っていた。 三菱の試作機は都合6機製作されたが、最初の試作1号機は逆軽型の主翼を持ち、続く試作機や量産された96式、環状戦闘機とはかなり印象が異なる機体であった。実質的に96艦船の原型となったのは、逆軽翼を排した試作2号機である。日本で初めて全面的に陳頭病を採用した機体でもある。 1935年、昭和10年6月、試作2号機のテストを行った横須賀航空隊、分隊長、源田実海軍隊は、上昇力、速力に、問題はないとしつつ、射撃性能、着艦性能は特に優れているとも感じられず、さらに火事の危機も問題視して、格闘性能に疑問を持った。その後の採用会議で、玄田は、単葉機の旋回性能の悪さを指摘。 副用機の95式艦上戦闘機の方が優秀ではないかとして空戦の検証をせずに95式艦船を廃して一本に絞ることに反対した。大西滝次郎横須賀区共闘もそれを支持して中央当局は単に機上の空論に頼ることなくもっと実際に身を持って飛ぶ人の危険を尊重して方針を定められたいと意見した。そのため、 翌日模擬空戦が行われることになり、玄田らの判定に任された。その模擬空戦でキュが格闘性能にも優れていることが分かり、玄田は自身の不明を詫びてその後は旧主探戦の熱心な支持者となった。ただ、高性能を示したものの着陸時のバルーニング、大向かい各時のピッチングなどの問題解決や発動機の選定に手間取り、 舞台配備までには試作開始から、丸3年という日時を要することとなった。逆に開発に時間をかけたこともあって、正式後には大きな不具合は発生していない。なお、本機系列の陸軍向け試作機である機18、機33の競争試作参加を通して、陸軍の同世代機である97式戦闘にも大きな影響を与えている。ほぼ同時に設計。 製作された96式陸上攻撃機と並んで、欧米各国の模倣を出して、日本独自の設計思想のもとに製作された最初の機体となる。前作の95式艦上戦闘機と比較すると、速度は時速 50km 速く、平面での旋回性能は同等、垂直面での旋回性能、宙返りは非常に良好。 すなわち高速で運動性の良い機体が完成した。当時日中戦争であった中国に送られた機体は空中戦で当時のボーイング281やなど中国軍戦闘機を圧倒した。日下受変初期の土曜爆撃における大被害に対して96式1号艦船を搭載した空母カガを上海方面へ派遣した。1937年。 昭和12年9月4日、加賀飛行分隊長、中島忠氏海軍隊位式の96式艦船2機、夜、カーチスホーク3機撃墜が96式艦船の初戦火となった。9月10日、上海近郊の広大飛行場への土曜爆撃を足掛かりに同年中には、南京方面の中国空軍を駆逐するに至った。この過程で、海陸の作戦における、 広域制空権確保の重要性を目の当たりにした。一方で、96式艦船の行動半径 400km を超える重型他の中国奥地への長距離爆撃業を、溶撃戦闘機による被害を感受し強行せざるを得ない局面となった結果、後継機の零式艦上戦闘機に、さらなる航続距離を求めることとなった。太平洋戦争序盤1942年。 昭和17年までは、後継機である冷戦の配備が間に合わず、交渉、竜城、小を取り、随宝、大高の各空母及び内南洋や後方の基地航空隊に配備されていた。1942年末には、おおむね、第一戦から退き以降は練習機として終戦まで運用された。1号艦船を改造し、 20mm イスパノ型モーターカノン砲とイスパノ 12XCRS 水冷発動機を装備した実験機で2機製作された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。